いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2008年モデルランボルギーニガヤルドスーパーレジェラをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのバンパー、ボンネット、ガラスに若干の飛び石があり、運転席側のドアに小さな線傷がございます。またアルミホイル3本にガリ傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万5000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はノクティスブラック、インテリアはブラックアルカンターラの組み合わせとなっております。圧倒的な走行性能を誇るガヤルドスーパーレジェラでございます。ベースグレードに比べ約 100kg の軽量化に成功しておりますので、より高いパフォーマンスを発揮するモデルです。専用のカーボンドアミラーやカーボンサイドスカートが取り付けられておりますので、非常にスポーティーに仕上がった一台です。ヘッドライトは標準でキセノンのヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイルはスーパーレジェラ専用、単造19インチのアルミホイルが装備されております。光学オプションのカーボンブレーキが採用されておりますので、制動力も格段に向上しております。続きましてリアご紹介させていただきます。オプションでカーボン製リアスポイラーが取り付けられておりますので、非常に迫力を感じられる1台です。カーボンのリアディフューザーは標準で装備されており、マフラーはパワークラフト製のマフラーが装備されておりますので、ランボルギーニらしい官能的なサウンドをお楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては、5リッター V10 NA エンジンが搭載され、最高出力は530馬力を誇ります。6速の E ギアが組み合わされておりますので、よりダイレクトな走りをお楽しみいただける1台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはスーパーレジェラ専用、カーボン製フルバケットシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングはアルカンターラとカーボンのコンビステアリングが採用されております。パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションはストラダ製ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。走行モードに関しましてはスポーツモードが搭載されておりますので、よりスポーティーな走行をお楽しみいただけます。また車高の非常に低いお車ではございますが、フロントリフティングシステムが搭載されておりますので、段差等を気にせずお乗りいただける1台です。インテリアはアルカンターラとカーボンがふんだんに使用されておりますので、非常にスポーティーな仕上がりとなっております。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2008年モデルランボルギーニガヤルドスーパーレジェラをご紹介させていただきました。走行距離約1万5000キロと非常に低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。車検も平成31年の4月まで残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。徹底的に軽量化が追求された人気の高いガヤルドスーパーレジェラでございます。ベースグレードに比べ約 100kg 軽量化が図られておりますので、より圧倒的なパフォーマンスをお楽しみいただけます。また各部カーボンパーツが採用され、光学オプションのカーボンブレーキも採用されております。インテリアもカーボンとアルカンターラがふんだんに採用されておりますので、よりスポーティーなデザインをお楽しみいただける1台です。お探しの方はぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。